今子立ちならば、スピノです。まあちょっと大変なことだと思って、自分もやっぱりちょっとその福島だったり東北の人たちするとすごい心配になって、まあ連絡やり取りしてたんですけど、まあ今は共に粘りましょう、頑張れとは言えないです。それは疲れちゃうのでいいです。粘って一緒に粘って、なんか、あの明るい未来を、共に描いていきたいと思います。はい、本当にあの心から、心からっていうか、まあ、まあ、言葉にはできないんで、それはもう共にやっぱり粘っていきましょう。明るい未来、ダンスとピース。いつだって